皆さん、こんにちは。現在放送中の NHK 朝ドラブギウギ、ヒロイン花田鈴子役を演じている趣里さんは、2471人の応募の中から役を勝ち取るほど、その腕前は業界でも認められた人物です。そんな趣里さんですが、水谷豊さんと伊藤蘭さんの娘であることはご存知でしたでしょうか。さらに、この両親は不倫の末に結ばれた略奪婚の裏側があったこともご存知ですか。今回は両親の不倫の真相と娘趣里さんが語った壮絶な過去について紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。偉大な俳優を両親に持つ趣里さんですが、実は俳優を志したのは大人になってからだといいます。幼少期の趣里さんはバレエダンサーになることが夢だったようで、15歳の頃にはバレエダンサーになるために単身イギリス留学をしていたそうです。バレエは4歳の頃から習っており、イギリス留学をした翌年、練習中にジャンプで着地に失敗してしまい、アキレス腱断絶、足首骨折という選手生命を絶つほどの大怪我を負いました。結果としてバレエダンサーへの夢を諦めることになってしまいます。一旦留学を切り上げて帰国しましたが、夢を諦めきれなかった趣里さんは、帰国後どんなに厳しいリハビリを続けても残念ながら体が思うようには動かず、最終的にバレエダンサーの道を諦めるしかなくなってしまったようです。全てに無気力になってしまった趣里さんでしたが、それでも表現者としての道だけは諦めたくないと俳優としての道を選んだのです。主役脇役関係なく、様々なキャラクターを演じる趣里さん、デビュー当初から他の俳優よりも演技力があり、 TBS ドラマのリバースでは狂気に狂った政治家秘書の妻を演じたのですが、趣里さんにキャラクターが驚異的に乗り移ったかのように見せる演技力は視聴者に衝撃を与えました。現在芸能界で大活躍中の趣里さんですが、父親である水谷豊さんは芸能界入りを反対していました。芸能界には変な男もたくさんいて危険だからと猛反対していたといいます。趣里さんは俳優として活躍したいと思う一方で、親の七光で芸能界に進出したとは思われたくなかったようで、パパのことは尊敬しているし、いずれは共演したい、でもまだ早いと仕事関係者に話していたそうで、ご両親との共演も NG とするほど関わりを絶って、自身の力で表現者としての道を歩んできました。そのため趣里さんの両親が水谷豊さんと伊藤蘭さんであるということはあまり知られておらず、不仲説までささやかれるようになっているほどです。ですが実際のところ水谷豊さんは相当な親バカだそうで、水谷さんがまだ売れていなかった頃、当時は仕事があまりなく、趣里さんの幼稚園の送り迎えは水谷さんが担当していたそうです。昔は水谷さんの愛情を多少煙たがっていたところもあったみたいですが、今では常に自身のことを気遣ってくれる父に対して好意的に捉えているといいます。趣里さんの母親は元キャンディーズのメンバーで俳優の伊藤蘭さん、趣里さん自身、父親である水谷豊さんには俳優の道へ進むことも相談できずにいたそうですが、そういった父親に相談できないことを母伊藤蘭さんには相談していたようです。さて、そんな親バカといわる水谷豊さんは数々のテレビドラマや映画で活躍し、その演技力と存在感から視聴率の取れるテレビ界の名俳優と称されています。しかし一方で彼のプライベートについては謎が多いがのです。実は伊藤さんとは再婚であり、略奪不倫の末に極秘入籍したという経緯があるのです。水谷豊さんはこれまでに2回の結婚を経験しています。最初の結婚は元ハリウッド女優のニッキー・マッケンジーさんとのものでした。水谷さんは熱中時代で共演した女優のミッキー・マッケンジーと1982年に1度目の結婚をしていました。しかし結婚からわずか半年で東京と米ロサンゼルスでの別居状態となり、不仲説が報じられた一方で、同年放送のドラマ「あんちゃん」
での共演で伊藤さんと意気投合した水谷さんは、83年放送の事件記者チャボで自ら伊藤を相手役に指名、再び共演した伊藤との熱愛が報じられるようになり、86年5月には水谷の離婚が成立したのです。その後、水谷さんと伊藤さんは都内マンションで半同棲に近い生活を始め、所属事務所も2人の交際を認めたのです。当初は沈黙を守り、一時は破局の噂も流れるほどでしたが、出会いから7年後の1989年1月に正式な夫婦となりました。しかし、その裏で夫婦は別々に極秘で米ハワイ入りしていたのです。さらに宿泊ホテルも別々に手配し、事情を嗅ぎつけたマスコミが後を追うと、今度は挙式予定の教会をキャンセルしては急遽別の教会を探すという徹底ぶり。芸能関係者は、夫婦の挙式には両家の母親と親しい友人だけが参列していたようです。その2日後には現地のホテルで記者会見を開き、水谷は、僕はあんまり冷静じゃなくって、彼女のウェディング姿もよく見られなかったとはにかみ、伊藤も、私も緊張しましたと、会見は終始和やかムードでした。プロポーズについては1988年11月、水谷が食事帰りの車の中で、一緒に住まないかとアプローチをかけ、伊藤は、式の時には1回目の時と同じ服は着ないでくださいと返事をしたそうです。しかし、なぜマスコミをかいくぐったのか、やはり不倫の末の略奪婚であることをクローズアップされたくなかったのでしょう。再婚前は一時期スランプに陥った水谷さんを支え続けたのは伊藤さんだったのです。月日は流れ、2013年公開の映画「少年 H」で夫婦は28年ぶりに共演し、夫婦役を演じた。出会った当初、伊藤さんは、家庭のある人っていうのはダメなんですよ、ドロドロするのは嫌いと、既婚者だった水谷さんを恋愛対象として見てはいなかったといいます。しかし、現在こうして関係を築けていることは運命なのかもしれません。現在の水谷豊さんと伊藤蘭さんは、結婚から約30年が経過し、二人で『徹子の部屋』に出演した際には、お互いに対する愛情を語っており、仲睦まじい様子を披露していました。いかがでしたか？今回は趣里さんのこれまでや両親の略奪婚についてご紹介してきました。趣里さんが俳優を志す前は、バレエダンサーの夢を持っていました。ただ、怪我により夢を諦め、両親と同じ道を歩むことを決めました。小さい頃から両親を見てきたこともあり、趣里さんの演技には説得力があります。朝ドラ、ブギウギでも表現者として、魅力ある芝居を視聴者に届けてほしいものですね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。